せーの、午前0時のプリンセス、シルモモさん、チカポチカーン。ということで今日は緊張する、緊張してるよ、緊張する。何ですか今回は。はい、もしメンバーがすごい不仲だったらドッキリー。いやー、泣きつい。だったんだよ、いつもだもん。あー、怖っ、一番怖いやん、一番怖い。ここのさ、もう一番意味わからんのよで、誰にって話なんですけど、はい、今回あのフォーエンド様とコラボさせていただきます。ありがとうございます。嬉しい。やっぱね、普通にそれだけ撮ってもバレちゃうから、うん、一応2席も用意してあるんですよ。あー、そうですね。それを進行していきながら、うんうん、なんかここが、あ、セシちゃんとバトれればなって、セシちゃん、ももちゃん、うわ、思ってます。頑張ります。なんで2人はそのバックアップを、はい、はい、あなたは AED を、おー、AED ご用意お願いします。あなた救急車を絶対お願いします。はい、やっぱ私たちだけだとちょっと心細いので、はい、フォーエイトの中からお二人、あら、ご協力いただいてます。それではお願いします。お願いします。どうぞー。かわいい、かわいい。どうぞ。はい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 、あー、うちゃん、泣かわる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 。はい、どうぞ。どうも、ホワイトの MC です。アミカです。イエーイ。はい、ホワイト、よろしくお願いします。今回はこの2人が助けてくれるということで、心強い。逆にもうこの2人で成功するか失敗するか、正直ほんまにちょっと ご協力しました。まあ、そうですね。メンバーが一番知ってるんで、しっかり誘導しようかなと。うまいこといけた。最高。ほんで、やっぱその恋愛相談系でバトっていくから、うん、なんか言ってな。言う。かまかげ。すぐ切れるから。確かに。怖いって。すぐ切れる。あー、怖いとか。あ、じゃあ、言ってない、言ってない。こっち言ってない。それでなんか怒って。じゃあ、早速ドッキリ成功させていきましょう。せーの。うん、あ、レッツゴー。ゼロプリよろしくお願いします。あ、すいません、よろしくお願いします。小川さん、何回か、どうも。あ、はい、以前よろしくお願いします。お願いします。おはようござい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 ます。全員揃った。お願いします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 。全員揃った。絶対言ってもいいんだけど、若バって言われたらもうふわーって言ってもらって、どうぞ。はじめましてなので、ラフにちょっと恋愛トークみたいなのを視聴者さんに聞きたいかなって。よいしょ、よいしょ、聞かせてほしいなって。聞かせてほしい、欲しい笑い方。いきます。せーの、午前0時のプリンセス、モモさん、ポチカン。せーの、ウィルジン、バレたの、ここはバレた、バレた、え、アミカ、ユージン、バレた。視聴者さんから恋愛悩み相談を解決していこう。よいしょ、楽しみ。人数が多いから一人ずつ話とか振りません、私も。あ、そうだ、長所しんどい。それについていけばいいんだ。おのおのから喋れる。おのおの喋って、そうそうそう、おのおのが譲ってください。はいはいはい。なんか私たちのことを言ってくれてた。そうです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。待ち受けにしたい。絶対したい。絶対したい。頑張りしたい。だって下病ないやつ。プリントアウトしたい。頑張りしたい。見事入られ。ということで、早速企画始めていきましょう。せーの、うん、あ、ウェゴーゼロプリー。じゃあ1個目、はい、幼馴染だから好きバレしたくない、かっこ小6。かわいい、かわいい、かわいい、学生その中で一番誰か恋愛、確かに恋愛先生は恋愛気質というか、ちゃんと恋愛気質というか、多少だ。マジ、おい、マジ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 、私と似てそう、なんか。わかるわかる、匂い、匂いが一緒、ちょっと似てそう、恋愛感が。みんなの答えはもうバレてもいい、バレてもいい、バレろ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 。じゃあなんで好きバレした方がいいのでしょうか。確かにね、向こうも気になるやん、そしたら。ああ、好きってバレた方が。確かに、確かに。なんでこの空気が。あえて気を引いてる。どうして反応むずいって。次は、
好きな人が欲しいけど出会いがない。あるからね。その場合どうしたらいいですか。それどうなんだろう。自分から出会いの場に行くしかないじゃない。よく聞くけどな。お嬢、お嬢。私？お嬢。あの、せやが狭いよ今。ね、好きな人が欲しいってなってると。確かに。いらんと思ったら広がるから案外できるのよ。そっから。なんかクーラーチェック。深いな。クーラーチェック。好きな人、好きな人、好きな人。クーラーチェック。クーラーチェック。好きな人は作るものじゃなくて自然とできるものです。あー、素晴らしいよ。いやるもんね。キラワード。めちゃくちゃ素敵な言葉。素敵。好きな人いるんですかみんな。え、いいの。はい。それやね。どっちどっち。それやね。マジマジだったね。毎回付き合っても浮気されるから。やめて。それは気まずいわ。一定するさ。みんながいるときにいるときじゃないよ。怖い。怖いって毎回そのボケするけど怖いって怖い怖いっている。います私彼氏いますから。そうですよ。はい、極上にイケメンの。あ、そうそうそう、極上、極上、そういう感じなんですか。すごいやばい。俺も焼き肉の部位みたいな。極上にやむ彼氏、めちゃくちゃイケメン。極上。じゃあ次、みんな浮気するように思えてしまう、どうしたらいいですか。しますよ。します、しますよ。違う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 。もう行きましょう行きましょう。どうしたらいいですか。みんな浮気するように思えてしまう。もう俺の彼女とかはもう友達も全員紹介して、僕の友達も全員紹介するみたいな。だからもうそこの信頼関係作っていくのがマジで大事かなって。うわ、確かに。でも友達ね、説得力なのかな。なるほどな。確かに確かに。じゃあ、あれ、浮気はどこから浮気って。いや、そこよ。ほんまにそう。それ確かに大事。でも私はもう男女でご飯二人きりは NG。あ、そうなんや。共通の友達ならいいなと思う。自分の方が仲いいぐらいなんだ。でも共通の友達だったら3人で行こうってなる。うわ、確かに。なんで、なんだろう、2人で。いや、彼女が男にしかできないような、例えば俺のプレゼントをその友達を選んでくれる。いや、気持ち悪い。いや、気持ち悪い。気持ち悪い。彼女のプレゼントを選んだときに、彼女の友達にあいつなんか欲しがってたって聞く。いやいやいや、直接聞くよ。いや、でも聞く、ぶっちゃけ聞くよな。ぶっちゃ聞く。だって直接聞いたらサプライズじゃなくなっちゃう。ライブのはいいと思うで。え、でも、わざ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 ご飯でもらう。ご飯でどっちがいいと思いますか。どっちがいいと思う。え、聞いてなかった。あー、ごめん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 、ごみんな浮気してると思っちゃうっていうのは、自分が浮気する要素があるからですよね。そう、自分が浮気しちゃうかもっていうのを、なんていうの、自分が浮気症っていうのを分かってるから、人類みんな浮気しちゃう。人生何周目。いや、アミカエグちゃんと。すごい、13歳なのに。なんかもう質問がムカつく、こいつが浮気しそう。あー、すごいな。もう言ったら、今日思っちゃう。じゃあ、あんま疑ったりはし、疑いはしないけど、嫌やなって思う。あー、なるほど。似てます。似てます、似てます。一緒です。同じく出ました、今。メンヘラ同盟、メンヘラ同盟、無理か。ありがとうございます。メンヘラ同盟、おもろ。すごいね、すっごい話広がったね。いいねー、いいねー。じゃあ、3問目か。3問目。お腹いっぱいやな。次、次ぐらい、次ぐらい。そうね、そうね。大好きな元彼と別れて1年、復縁したいはないけどまだ大好きなこと伝えたいです。これって重いですか。復縁しない方がいいよ。すごいじゃん。あれよ、絶対復縁しないです。しない、しない方がいい。一回復縁したいって言ったけど、浮気された人からあお前無理って言われたから復縁なしになった。想像力すごいね。いやいやいや、それはまあまあ、
ハンカチかティッシュ買っていいですか？あ、一応置いときますね。いや、いつもやん。じゃあ言ったやん。こうやって言って、なんかおもろく返すようにしようって言ったやん、グループ内で。いや、そういうのやめてってこないと思う。言ってなかったやん。セッシュルー。セッシュルー。セッシュルー。わかった、俺がこの席に行こう。あー、じゃあ、もう帰るわ。余計帰らないよ。ピザとか頼む？みんなで。あと、お茶飲むのね。でも、俺は思うんだよ。意見があるから。いろんな傷つく恋愛とか失恋とかあると思う。でもその一個一個が積み重ねになって、きっといつかいいものが手に入るってな。あ、こういう深いの。拍手が一番深い。深そうで浅い。だいぶ浅い。深そうで浅い。相手の反応次第やもんな。そう。ほんまにそう。だってこれでさ、まだ1年経って大好きってこの前の元カノが言ってきてんよなって言いふらすやつなんで絶対嫌いになるやん。だから絶対伝えてみるのはいいと思うけどね。相手がしつこいと思わん程度に。確かに。そうね、大事ね。そう、帰りになっちゃうからどんなんでも。ということで、はい、終わります。終わろう。ちょっともうお腹いっぱい。お腹いっぱい。さすがに。気持ちがいない。さすがにね。はい。はい、ということで、この恋愛相談ためになったなーと思った人はチャンネル登録、高評価、コメント、また SNS のフォロー、よろしくお願いします。せーの、フォロー。またねー。またねー。ありがとうございます。ありがとうございます。もうやばい、もう1時間番組作ってほしい。そうやね。だいぶ今の1本で3本4本はいったな。番組作りたいわ。いや、もうめっちゃ楽しい。嬉しい。ありがとうございます。いいね。最高だったぜ。ありがとうございます。ちょっと、じゃあ、一旦サムネを。サムネだよ。どういうサムネにしますか？確かに11人やったらもう半端やから。で、顔全然見えへんし、半端やな。サムネ撮ったらいいんじゃないかな。大丈夫か、大丈夫、大丈夫、よくある。俺ら大丈夫、俺らはここすごいえぐいね。これやもん、これやもん。ほんまに喧嘩するほど仲がいいって言いますからね。ほんとに休憩するかい。一回ちょっと出ます。休憩する、一回出ます。出る。いいよいいよ、全然全然全然。俺たちに気づかなくて大丈夫だからね。いや、え、あっち借りてもいいですか？大丈夫。あ、全然全然。行ってよくない？行ってよくない？なんか、私が。じゃあ、一人。あ、大丈夫。いける？サムネ後でもいいんちゃいます？一緒にいたい。逆に話した方がいいか。私が？うん。ここにある。だって、この前普通に喋ったやん、そういう話にしようって。じゃあ分かる。じゃあコラボやから、よくある。じゃあだからコラボやからなおさらやん。なんであんなみんなが話するのに一人話聞かんのか意味分からんやん。4年間でどれだけ喧嘩してきたことか。続いてる。大丈夫。よくあるよくある。よくあるよくある。よくある。全然廊下使ってる。そうね、廊下使ってる。確かに、あと迷惑だ。やめよ、ほんま。そんなこと、そんなこと、そういうことはないよ、全然。怖いから、ちょっと、あんまり。なんか一緒に、中華行った方がいい。中華行った方がいいかも。多分、二人やったら、ヒートアップするし。ああ、二人だけの関係もあるかもしれない。どっちの方がいいかは、全然、それ、自然なんだ。そうですね、うちらがいるよりは、ちょっと。そうですね。お、え、結構よくある。しっかり聞こえるね。うん、あ、いや、よく。そんなでも、この二人だけ。おお、ちょっと、え、どうしよう。あら。ちょっと待って、ほんまにやめて。ほんまにやめて。あのね、喧嘩した方がいいっすよ、正直。絶対そうですよね。喧嘩してる間って、ほんまにそれに、やっぱ、感謝する、最後は。絶対そう。お互いマジやから、喧嘩しちゃうんですよ。うん、大丈夫そう。でも、浮気され。って、もうちゃんは。あ、それを言わんといてって言ってるんやな。カットしたらいいしね。で、どうせカットすんのに、あ、別に言わんで、いちいち。前いいよって言ってても、急に嫌になるから。そう。まあ、カットされても言われたら嫌なもん嫌だし。いや、嫌なもん嫌や。ノリ、もうそのノリもええで、ほんまに。てか、ほんまに意味わからへん。撮影してる時にさ、そういう感じになるの。うちが悪いみたいにするやん。我が強すぎるって。痛い。なんで殴られなあかんの私が。殴ってないし、勝手に殴った風にしてるだけじゃん。おお。大丈夫か、大丈夫か。もういい。 いいって。お前マジなんなん。お前ら戻れって。一回戻ろう。無理、帰る。一番強烈なやばいわ。
すいません、でも。いやいやいや。ごめんなさい。全然全然。最終盤。マネージャーが行くの。最終、最終高橋までなんか私が行っても結構あれなんですよね。あー、そうなんだ。だいぶっすね。逆に。もういいって、お前も戻ってこい。なんでなの？いや、こいつまだ無理やんな。え、でも、もう早く先行けばいいじゃん、じゃあ。あとで来てね。気が向いた。お前が行けよ。ねえ。もういいって。もういいって。高橋、高橋。一人あっち行った方がいいと思う。高橋。でもちょっと一人になりたいって言うから。いや、もういいかな。一人には。せやな。最後ね、しっかりお互い謝るとこだけ謝ったら、ほんまに本当にすぐ済むし。でも多分心が治るできんよな。え、よく、よくある。全然あった方がいい。その撮影中に、それなしみたいな。お話しした。お話しした。大丈夫？大丈夫？ドッキリ大成功！誰？誰？座れ！座れ！雑やったな。ちょっと雑やったな。もう一回言っとこう。もう一回言っとこう。あんまり言っとこう。笑い声がでかい。ドッキリの仕方がめっちゃもう、うざすぎてさ。ドッキリ大成功。仲悪くないです。あぶみたいな言い方。すいません。仲悪い、ごめんなさい。遅かったんやな。仲悪い、遅かったんやな。お前どうか。ごめんなさい。行きますよ、行きますよ。ドッキリ大成功。どこ、どこ、どこまでが。セレッ、はい、セレッ。説明しますね。まず仕掛け人がいます。アミカちゃんとヨミスちゃんが私たちサイドです。そうな、協力してくれました。はい。めっちゃ頑張ったな。すごい。ということで本日の企画、もしメンバーが不仲だったらドッキリ。ぐるっとネタバレするね。普段からめっちゃドッキリとか多いから。そう、絶対に無理や。リアルすぎ、気づいてんねやろなと思って。リアルすぎと思った。結構リアルだった。不穏な空気流れてなかった。だってな。だってめっちゃ流したもんな。タス君がな。わかる。私がちょっとでもももはこうする動作とか全部見てて。いや、あの、どうでもいい女のプレゼント買わん。え、めっちゃ見てるやん。怖っと思ってて。でさ、めっちゃさ、自分に話してさ、注目を出せようとして、あ、優しいと思うよね。怖っ。どっから仕掛けてたのかもちょっと言ってあげてください。あ、全部です。最初から言い方、言い方、誰が回ってる時なのか、来た時から、来た時から。俺、入ってきた時、あれ一緒におらんやん。何思ってた。思ってた。でも、俺はなんかほら、みんなと話せるように耳で分かれて、なんか大きな話しながらって意見もあったよ。最初めっちゃくっつきたかったんですよ、2人で。なんか、よしやかな、4人でぎゅうぎゅうになりたかったんですけど、それやったら、まあ騙されへんなってなって、まあ一応2人に分かれて、ちょっと孤立しとこうみたいな。でも、ちょっと、だって、怖いもんね。だから、撮影中も極力真顔でいました。多分、後ろ見えてないと思って。でも、めちゃくちゃ気にしてた。めちゃくちゃ。俺とタロシアのこと、ここやん。ちっちゃい声で。小さい声で、みたいな感じで言った時に、俺、ボケかと思って、ここはやめてって言いそうになったけど、ここ受かっちゃった。めっちゃ必死よね、気まずい。極力笑わないようにしてます。いや、そうやんな。残ってる、あの、ジェシカにもずっと優しかった。そう。大丈夫、もう、あるあるあるって言って。めっちゃ優しかった。だって、セシルと話したのにずっと話せなかったから。ああ、すいません。本当はめちゃくちゃ仲いいんだもんね。そうやんな。恋しちゃうよ、あの言い方。でも、ほんまにそうやねん。似たよ。ああ、よかった。こうやって優しいなと思った人は食べたー。こうやって食べたー。せーの。終わり方変わった。笑ってるか。めっちゃ助けてくれてた。ありがとうございます。ありがとうございます。
チャンネル登録よろしくね。いいねも絶対押してて、コメントくれたら喜ぶよ。その他の SNS フォローもよろしく、よろしく、よろしく、よろしくね。チャンネル登録お願いします。